はい、すいません。お待たせしました。皆様、こんばんみ。はじまるどの、ゆうすけだの。どうだったか。これです。よくわからんテンションで始まりましたね。今日から仕事だったんですよ。2週間半ぶりに、まあ、前の職場辞めて、新しい職場で働いてたんですけど、朝からの仕事ってきついね。はじめどうこんばんみ。朝からの仕事、マジできつい。朝からっつっても、まあ、日本の社会人から言わせると、お前舐めてんのかみたいな時間が始まるんですけどね。10時スタート。今日は10時半だったけど、まあ、10時スタートか10時半スタートで、まあ、終わるのが大体、まあ、10時、やっぱ10時から10時半くらいなんですよ。まあ、ほぼ1日。今日なんかすげえ店が暇だったから、あ、じゃあ閉めちゃえみたいな感じで、早いとこ閉めて帰ってくるんですけど。久しぶりに、くんちんとかに行く。ダメ。体が朝起きることを拒否してる。はい、ということで。まあ、そんな話はさっきやっていきましょうか。で、まあ昨日、やっとの思いで織田家を滅ぼし、まあ、斎藤がね、なかなか強大な国になった上に、まあ、同盟国なんで、皇庫の憂いはねえぞ、ということなので、いよいよ、対今川戦に着手してしまおうかという話ですね。で、ちょっと関東のあたりがね、結構どえらいことになってるんですけど、長尾が強い、今回。最近長尾強くない？なんで？妙になんかここのとこ長尾が強いんだよ。あと三好っていうのはまあイベントオフが影響してるんだ。長尾イベントオフ関係ないよな。イベントオフのおかげで北条が川越与戦がなくなって、北条の拡大が遅いから長尾が、うん、なんか長尾っていつも武田にぶっ潰されてるイメージあるけど、なんなんだろうね。なんかほんとここ最近長尾が強いっす。僕のやる信長の御神聖では。アップデート入った。ピンポイントで。はい。まあ、やりましょう。まあ、我らはね、まあ、昨日織田を滅ぼし、まあ、優秀なる家臣団を迎えたんですけれども、まあ、忠誠心は、ゴミですよ、ということで、まあ、ちょっとね、信長と、特に信秀の親子の忠誠心が相当きついんですけど、まあ、でもね、滝川勝正とか、まあ、大久保と高津のこの混乱コンビがいるんで、まあ、これをどっか上司に据えて、まあ、やっちまえばいいよねっていう話なんですよね。まあ、兵力もだいぶ集まってきたし、で、さらには、単に武田戦、対北条戦の影響で、今川の兵力がなかなかに減ってるのよ。まあ、駿府館の兵力は結構どぎついものがあるんだけど、これもこの辺のね、二俣城、引間城、掛川城の支援を受けての兵力だからね。で考えると、まあ、意外と、よしやすいのかもしれないですね。今川家も。まあ、とはいえ、寿命なしなんで、こういうね、切歳とかね。まあ、現役バリバリっつうのはちょっと、まあ、何はともあれ、今日も頑張っていきましょう。で、まあ、内政がマジでズタズタなのよ。今まで戦争っていうさ、なんか、武田信虎みたいなことやってたから、三河終わりで。なんで、まあ、領内が荒れ果てまくってるんで、ちょっとこれを整えていくのが、まあ、とりあえずの最優先かなというのと、まあ、あとは、常に500以上をキープして、朝廷からの使者を呼び込みたい。で、千度改新3まで早く打ちたいんですよね。城主変更とかしたいんで。まあ、このあたりですかね。まあ、進めていきましょう。多分これぐらいの兵力を抱えてれば、今川もおいそれと攻めてこれないはずだから、そんなややこしいことにはならないと思うんだよ。破壊。これでもバンバン減らしても、面白いかもしれない。まあ、金が。こんなに城持ってんのにそんなに貧しいんですかっていうぐらいね。貧しいのさ。権六今、サムラ大将さ。もう上司になれるの権六。いいじゃん。本田忠敬の本田式図。おお。北畑か。
なんか常時でしまいたいぐらいだな、これ。それに、あ、明けたたい北条やってんね。豊いいですね。ここら辺のね、三河終わりの豊はマジで夢がある。いたします。秀吉とかさ、出てきてもおかしくないんじゃないの、そろそろ。え、夢しかないよ、この辺りの地域のさ、豊って。北朝廷からした。まだでもあと2回じゃない？そうだよね、いずれは任官だもんね。まあ、ちょっとしばらくは、帰参しやす。おい、夢もクソもねえよー。なんだ、木曽義康って。秘伝にお使いします。なんだ、この武将は。狂連。何狂連できるの、あんた。できることある？冬。うせろ。冬。滝川一正とか本田と戦ったり、殴り飛ばされて。終わりそう。褒めないね、今川。いやでもこれは落ちる、落ちるね。おっと、あ、落ちた。大河内、これ大河内じゃないんだよね、読み方。大河内、河内。いいじゃん、芝ドメーム、ドメーム。イラつかないでしょ、かわいそうでしょ。平手の陣、平手の陣も監視しないんだね、この世界線だと。この辺とりあえずもうレベル1になってんだよ。いやだから本当に制度改新レベル2早く打ちたいんだよな、斎藤の CM100。 まあ特に、まあね、この辺援軍動かしてみて面白いのかもしんないけどね。1700か、まあ、同時攻撃するんだったら多分面白い、援軍動かせるんだからさ。あ、鹿がでかい。足利でけえってなんか珍しいんだよな。なんか朝倉もちょっと広がってるしね。なんか、面白い世の中の流れするよな。大久保とばちか生まれましたね。なんか今川、地形に動いてんな。ははね。よろしいか。あ、援軍か。よろしいか。まあ、しょうがない。うわ、三部隊。求めるね。出陣します。武田領を攻めてる今川が。今川、あれ、これ武田危なくね、てか落とされてるよ。違う、方ここ落とされちゃダメでしょ。え、あ、そんな世界線あるんだ。リスナーこんばんみ。え、武田終わってね、これ。長尾今川に凄まじい挟み石食らってんだけど。いや、なんかすげえ珍しい世界線生きてるわ。商人米丼連平灌漑二打詰め連平。ははあ、赤松足利家滅亡。あ、来た。もう一回かな。そうだ、もう一回だ。はよう、赤いやらしとくか。申し上げた。滝川一正は、金がなくなった。しまった。延長しましょう。話はまとまったな。滝川一正は、混乱持ちなんで、省略の、感じを与えたいんだよね。混乱なくして、三河はなしとまで言われるぐらいね。徳川は、松平はね。混乱に頼る気ですから。先導連盟完成。流しのね。いや、でも金ないでしょ。します。あるんだ。先導はいいや。いや、なんか蹴散らされてるんですか。まだ、あ、これチャンスでは。いや、だってねえ、えっ、ドチャンスでは。打つべき手は何ぞ。いきます。補正でいいと思うんだ。ここは。さらに、いや、まあ援軍出たら、それに応じて動かせばいいと思う。いかに動くかな。おのどろ、ついてこい。まあ当然そうなるよね。
わ、砦がある。砦があるのは参ったな。城を攻める。出陣じゃ。もう一部隊動かしましょう。お指図を頂戴したく、城攻めよ。こうかな。見る。続きやすい。で、大久保忠勝は一回引いて、でまた行きましょう。城を落として来ようぞ。これで合戦艦になるよね。で、砦を破壊するために安倍定義をちょっとまとわりつかせたいですね。その領土に。ちょい遅くして。で、オカム引き込みましょう。米欧かね。米欧が強いよね。合戦か。まあ、戦に関しては全く問題ないですね。混乱ではめることもできるし、まあそもそも兵力か。凄まじく上取ってるんだね。まあ、揺るが、まあ、揺るぎはしないよ、当然。対戦。すごい、真っ向から戦える日が来た。すごくない？ついに真っ向から戦えるよ。我ら松平の老刀。やりにて敵陣を破ろうぞ。さあ下がろうとしてるけど、もう遅いでしょ。なんで言うこと聞かないの？打つべき手は停止をつると言うこと聞かないの？ご指示。待って待って。挟みましたね。敵を打ち払います。まあ皆殺しにしてやりましょう。大殺ですね。はいはい。まあ兵があまりに少なすぎたね。これは。さあ、じゃあ一気火星に行ってしまいますか。これがね、最強にややこしいけど、で、信虎が勝松の方に来てるんで、今度広忠は長篠城に向かいます。で、安倍定義と大久保忠勝を壊滅させたくないんで、一度引かせましょう。大久保忠勝は命令を下され。さあ、援軍が来てますね。また大元数打つべき手は何？切磋来てるぞ。行くぞ。じゃあ再び大久保忠勝出しますか。切磋のさ、なんだっけ、クリュー文字だっけ、戦法あれって混乱だったっけ。特殊戦法だったよね、大元数切磋は。カズマそうだね。こっち1回引きます。引くにしてもここまで引くんだったら広田だ、ここにいれば戦できるんじゃない。もう1回カズマ進めばね。だって1、2だからさ、ルール的にはできるはずだよ。ですよね、合戦艦になるよね。行きましょう。あ、これは混乱ではめてやればいいでしょう。武田信虎ね。信虎も寿命がそもそもないっていうのは、まあ、確かにそうなんだけどさ、信虎ってすげえ長いって言うんだよね。はい、1000。打つべき手は何ぞ。皆の者、まず王将へ向かう。こうだな。一つ一。あ、これこっち来てんな。敵の軒口を奪うぞ。まだヒロトダがこの動き見せれば引かざるを得ないでしょう。だよね。打つべき手は何ぞ。で、あとはゆるりゆるりとやりましょう。まあ混乱ぶっ込んで、あとはいつものやつですね。やったぞ。おめで
3人いるとなんか楽なんだよな。大事なんでさ、会いましょう。敵を蹴散らすぞ。そんなナーバスになる必要ないと思うんだけどね、こんなに。まあでも犠牲は出さないに越したことはないもんね。どこ変な方向向いてる。いや、ノブトラ強いね。えらい強くない？ノブトラ。確かに能力的にも優れた部長ではあるけどさ、にしても強すぎる気がするんだよな。なんか、これ、いないか？ノブトラ隊になんかもっとすごいの。こんな気がする。いかに動くかな。何かが隠れてる気がするわ、この能力の高さは。ノブトラだけじゃないような気がする。100とか言ってる防御力100って大概ですか。上がってる滝が勝村よりも強いんだからね。用心の防御上がってはいるけど、にしても強いんだよな。なんだろう、さあこれどこまで持っていけるかな。体操まではいけそうかな。あ、このまま押し切っちゃってもいいけどね。親の顔よりも見た混乱攻めですよ。タイマガぐらいやったら、それとも風狙った方がよかったんかな。でもあのタイミングで動くんだったら風狙うって感じじゃなくて、このままいっちゃおう。押し切っちゃいます。いいっすね。さあこれで長篠も兵いなくなったんで、まあ、あとはゆるゆるりと包み囲んでしまえば落ちますね。城を落としてみせる。さあ次は吉田城ですね。そしたら、あ待って、800人だ今。800ら出てくるのこれ。そうか、800いるのか。本禄戦闘いいな。本禄戦闘でいこう。これはじけない。ひけらとのち、内政いいじゃん。感謝いたすぞ。省略したいんだよ、ただ数は。800が出てくるね、普通にね。どうしたもんだろう。もう一部隊ぐらい動かすか、じゃあ。本田忠敬の舞台を動かせばいいんじゃないかな。うん、いや、これに東で北条も動いてるわ。これ今川積んだな、完全に。まあ、こっち側に避難してるからね。六角が動いたらって話になってくるけど。いや、これ、あ、でも武田ももう終わってんだ。いや、なんかすげえ展開になってんな。面白い。さあ、制圧したね。じゃあ、節制に向かって進みましょう。このままの合戦かならない。ここに届かないね。こちらに。はい、経由しよう。ふん、城攻めですか。うん、遠兵。一戦、これ問題ないよ。アズマスってなんだろう。準備を万端整える。なんで合戦かならんのこれ。もう合戦艦にならんのがよくわからないんだよな。魂じゃないんだよね、これだと。城攻めですか。まだ、まあ、とはいえこれでどうにもなりますけど。厚みの戦い、厚み清し。エルフィーナがこんばんは。いいですか、大変切磋ね。不流文字、機動低下攻撃低下か。そんなに怖くないな。あ、このままで良さそうね。あいつもですよ、回戦。ご指示、いかに動くかな。反復横跳びでしたね。武将を手に入れる時ぞ。打つべき手は何ぞ。さあ、切磋。お、打つべき手は何ぞ。おご指示。おいかに動くか。犯罪。一応願います。
なんだこれ。で、ここに来ちゃえば、そういうことなんですよ。これが必殺松平ステップです。打つべき手は何ぞ。打つべき手は何ぞ。打つべき手は何ぞ。いいですね。積んだわ。積みましたわ。さあ、じゃあやってみますか。打つべき手は何ぞ。あ、今フリウムで撃ったね。なんか広田がぶつかるのえらい早い気がする。え、なんかえらいキビキビ広田の動いてたね。すげえ食らってんじゃん。あ、だいぶなんだね、フリウムって移動低下攻撃低下で結構どえらい低下食らうな、これ。なんか 90% から 95% くらいカットされたね、これ。わあ、とはいえ、そうね。いや、今田義元すごかったよ。義元が今までいっちゃん怖かったかな。あ、信秀も怖かったか。あの健康一滴の勝負だよ。お前下がれ、下がれないのか。移動が遅すぎて不流文字食ったから。まあ、いくら切磋って言えよって話ですよ。これが溜まってしまえばね、もう打つ手はないわけですから。今回はこのね、なんだっけ、撹乱、うん、撹乱があるのはどこやね。もう一発振り覚えてくんのかな。どうなんだろう。だったらまたヒロとのね、暮らしちゃえばいいか。溜まってっかな。あ、溜まってる、振り文字。タイミングがいい。安倍定義と大久保忠勝には刺さらないという不流文字が。あ、そしたら忠勝を先に突っ込ませてもいいんだけどね。このまま押し切っちゃおうか。うん、兵力的に上回ったからこのまま押し切っちゃおう。被害を恐れず頑張る三河武士たち。はい、オンリエドゴング浄土、旗が広がってるぜ。さて、まずあったこんなもんっすよ。ずるい手を使って。で、この一戦に関しては全く問題ないでしょう。だからこれはもう援軍行かなくていいですね。このなんで大道打ちます。ちょっと待って、なんで大道打ちなの。あれ、確かに大道寺中性低い武将なんだけど、分類的には。あ、そういう感じなんだ。そこまでなんだ、大道寺もしげ。はい、援軍、もう援軍要請しすぎだって、この人。いや、しまった。じゃあ、うちも援軍出しちゃよかった。これ2500以上だね。こんな、だから渡す必要ない。くそ、2500届かない。なんだ、もったいない、5100。もったいない。ところで、いいじゃん。いいじゃん。2900か。こうな。あの大道寺ここだから動かしても面白そうか。やっちゃおうか。こっちばっかりなんか援軍出すもんね。なんか尺だよ。折り合いがついた。あ、遠兵強調して織田伝欲しいな。やっぱ織田伝最強なんだよな、天下布武ね。最強なのさ、織田伝が。遠兵、遠兵ってはいいか。はい、いいね。下部隊、あ、てかこの舞台こっち来たんだね。この舞台さ、こっち行くと思ってた、長篠に。長篠もうでも落ちたね、これね。さ、来たみたいに戻り。完全に膝を屈してんじゃねえか、情けない。それでも名門北畠か、合戦か。おっと、北畠はないの。
うそー。え、長い長い。1が長いって。1、2だからか。長ー。これそんなに、いや、微妙だぞ、この戦。いや、どうなるかな。そんな簡単に勝てなそうだけど。まあ、国衆からまずは狙っていこう。で、大道寺は、国衆まず蹴散らして、大道寺を挟んで蹴散らして、智則を大久保と高瀬で釘付けにするみたいな感じかな。いや、こうかな。はい、戦。一つ食らってんね。もうダメだ、戻れない。まあ1だからそんなに、うん、被害ないよね。北畑の斧にも動いてる。まこのまま引き込んでしまう。大道寺が北畑智則がどっち動くかな。こっちに動くのがこのルートで抜けちゃうんだけどね。大久保と高須がそう来た。じゃあちょっと引こう。まあここは問題ないね。乾衆棟梁は安全の敵を打ち払わん。間もなく。はい、そうだわ。ここは五分と五分だね。大道寺ましげ強いからね、なかなかに。打つべき手は何ですね。こう抜けて、抜けれっかな。競技になって抜けれなそうな気がするけど。ここだ。いや、抜けれんな。やめよう。我が武力をな。あーでも大丈夫だね。うん、敵を攻撃する。うん、大丈夫だ。やばいと思う。なぜか引いたわ。その構えミスないの。なんだ。おっと、命令を下せ。あ、バッカ街の動きしてる。なんだろこの動き。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。大道寺撤退。修正低いんで大丈夫でしょうね。を願います。バスちゃっていいでしょう。待て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 。打つべき手は何ぞ。怪我だよ。見事。今食らった。食らってないよ。北畑と戻り。なんだ、もしかしてご指示本陣なら。あ、大丈夫だ、聞いたわ。こちらに。まあ突っ込んで来られても兵力差あるから大丈夫だけどさ、やっぱちょっと気持ち悪いよ、この大きさで。うん、ハマったね、完全に。ハマった。第3の貫徹です。山崎の戻りは威圧、攻撃弾か。ご命令とあらば。よ。早いんだよな、ヒロさんの動きは。我が戦闘に手を引こう。押し切れるね、このまんまね。多分忠誠がそんな高くないはずなんだよね、北畑と思うのに。滅んだばっかりだから。うん、そうだよね、ヒーローだよね。さあ、まあこれで、まあ、吉田城、長篠城は落ちるでしょう。もしかしたらワンチャン斎藤の援軍が、その北の飯田城だっけ？松尾城か。飯田城だって、飯田城こっちか。飯田城だって、この辺だ。忘れちゃった。で、同様、包囲されてる。これ、終わってるわ、今が。え、長尾も来とる。これでも長尾高藤狙いだよね。そうだよね。まさか、いきなり松尾はないよ。もはや戦い抜く。え、あ、そうなの。強行してる、もしかして。あ、強行しとるわ。なるほどね。
最後の最後に打って、おっと、一人になっちゃった。一人あれだな。命令を下され、どうあってもこんなさせよと。城を取りに、そういう話です。遅れずついてまいれ。あ、打ってんだね。まあ、ここはもう兵力差でもってどうにもなりますね。あ、1マス。ただ本田殿が蹴散らして流しの陥落。おば、トン。すっげえ。お断りですよね。そらそうだよな。まあ、帰還してよろしいでございますでしょう。研究職いいですね、判断が。はい。判断が早すぎる。なんだっけ、あの天狗面の人。あの人もにっこりしてる。もう権六に任せちゃおうか、上州。信長に任せたいとかなんだけど、信長黄色なのさ、忠誠が。黄色やっぱ気持ち悪いよね。片付けない。上州権六、いいな、気持ちいいな。この辺りを下につけてたのか。そう、いや、なんか珍しいこの流れ。最近長尾強いんですよ、僕の信長では。なんだお任せくだされ。マス式そう、信長ね、まあちょっと前線に出したくないよね。ましてやさ、結構結構な地方の死がいるもんね。笠原の駒見、感謝に達すぞ。ちょっと怖い、最前線に出すの。まあ、その点権六は青なんでね。合戦か、米横だ。まあ、なんでもなるでしょ、これは。まあ、松平広忠が強く見えてきて、少しずつ。ただ数がいるぜ。栄養化を挟み込んで、北畠春友がどういう動きを見せるかっていうのはちょっと気になるけど。どうした、これ折れるか。折れない。挟んじゃうか、このまんま。じゃあ、すいません、広田さん、すいません、あなた戦ってもらっていいですか。挟んだ。まあ、米岡はこれで早々に退場ですね。来ないんだよな、北畠春友は。まあ、今川に滅ぼされたね、王国の主だからさ、分からなくないけど、その気持ちは。なんでわざわざ捕獲。いや、これ米岡来たらもう神がかってんだけどな。さすがに無理だよな、米岡は。来るか。あ、来た。逃げる。俺ぞ広信さん。天狗はいないぞ。はい、帰ってきた。ならばついに。勝ちの形になりました。あ、確かになんか捕獲するとさ、あの、この間助けてくれたからみたいな判定入るもんね。最近ヒロトのことあるんですか。兵力差ならそんな気にすることないの。はめる必要もないぐらいの兵力差あるから。修正低いし、スッと引くと思うけどね、こんな入れなくても。捕獲できたらね、ワンチャン。まあ、修正低いよね。なんだ、まあ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 、これで捕獲でドン。あ、ちょっと引くわ、なんで。え、なんで。お断りする。よろしい。うお、来た。米王か。え、来ちゃったんだけど。え、中世青。
米ヨカお前いいのそれで。ちょっと待って、それはオッケーな米ヨカ的に。おお、え、どうしよう、え、上司にしたいぐらいなんだけど、名所あるとこなんだよな求めてるのが。いや、まあ、別にさ、いいんだよ名所あるとこでも。っていうのは、え、熱田神宮ってことでしょ。いやでも、あ、いずれにせよ中性青だからね、これでいいんじゃないかな。うん、これでいいと思う。一球でも上げる？中性真っ青だ。あるかな、別にいいでしょこれで。いや、米洋化やば。感謝いたす。もう人強いよ。いや、今川もうダメなんだ。じゃあ、うわ、長尾来とる。松尾城に今川攻めを継いだのに始めてんだけど、この人。わっ、ね、これでかいね。小爆ドン。あれ誰だお前。知らん武将ですね。なんと首を取らぬのか。いいでしょ。あ、いいですね。いい。聞いてください。これには鱗時様に。じゃ、上州信長はちょっとまだ早計だよな。いや、戦ってでもいいかなって気すんのさ。いや、滝川にするか。混乱が外れちゃうのがしょうがないけど、でも別にね、吉田城の軍勢を動かしてんね、混乱のために。人がおらん。ケース、あー、ケース取ったかな。な、何があったしってぐらい順調になってきた。僕を倒すかも強い。あ、変な音した。ちょっと見て見て、ボトンって音した。しました。なんだかわからなかった。なんかガタンって音がした気がする。なんだろうね。ヘッドセット片耳だけです。ケージはね、いないんじゃないかな、まだ。どうだろう。行ってみようか。自制力の武将で、武勇で並び替え、2つ。いないね、ケージ。は？え、なんで？え、あ、武田がそうか、滅んだからか。え、すげえの浪人してんだけど。ちょっと待ってくださいよ。え、すげえの浪人してるよ。これワンチャン豊用ないっすか。探索してえな。信玄、源四郎、本庄重長が浪人してた今。ごっつやったぞ。刑事はいなかった。あ、ね、さすがに兵力がなかったんだろうな。いや、これ、ちょっと待って。春信獲得レース参戦したいな。ねえ。これ、長尾には行かないってことだもんね。長尾が滅ぼしたから、武田を。曽我部さん。え、三好強え。イベントなしの三好めっちゃ強いな。これ打ちたい。制度開始。およ。申し上げたし、
対するのかこれは。いや多分ね、違うのが来るんだよな。続けていった方がいいよね、多分ね。二股引くも掛けがね。だって兵力は十分なんだから。いや十分すぎるほど。お願いまする。いかがしましょう。功労もまあ多分十分でしょう。騎乗するのだ。全部動かす必要ないけど、でも別に全部動かしてもいいんだよ。さあパッパのところがあれか、あの援軍に引っ張られちゃってるから、まだもうこれ三つか。ねえ、勝つか。ただちに城へ戻る。いかに動くかな。打つべき手は何ぞ。いかに動くかな。無理か。急ぐぞ。命令を下され、城を落として来ようぞ。なんか動いた。六角が斎藤領を伺ったのか。斎藤仲間に入れたのでかいね。あ、まだ大規模長、だったら、いかに動くかな。まあ、狙いを変えちまう。何ぞ、いいじゃない、大規模長。城を攻める。菊間に行っちゃおうか。いかに動くかな。浜松へ。まあ確かに、あ、中心ルートでしょ。はい、来た。で、武田晴信、欲しいな。いいよ、もう粉のことで争わなくて。城攻めを始めます。宇治家高津って何なんだ。お耳に入れたきことが。え、捕まる僕で。戦が始まる。備えよ。あ、え、もうやってんの。あ、もうやってんだ、大道寺と。あら、じゃあ落ちるじゃん、松戸。まあ、遠いな、近そうで。うん、城を取りに行く。こうかな。武蔵像を頂戴したく。ロボトラ来てる。来るからと言ってたんじゃね。武蔵像を頂戴したく。城を奪いに行こうぞ。どうしても混乱を連れて行きたよ。みな、続け。つまりか港建設ですね。3535なら別にね、普通にもみ潰せるんだよ、混乱なくても。戦じゃ、みな心構えをせよ。多分ね、これ大久保忠勝参戦してるはず、ここに。いずれにせよ混乱はあるんだ。中マップだね。おお、シティマップ。どこで戦うとどの戦場になるとかっていうのが頭に入ってると、間違いなく最強なんだろうな。はい、行きますか。問題ないでしょ。はい、せん。どうか、ご命令を。他の要所を制する。はは。進軍じゃ。行くぞ。要所を手に入れるぞ。圧勝、圧倒しました。フラフラ動いてる。でもやっぱ序盤の方が楽しいよね。信長の野望って、まあこういうの言うのもあれだけど、あれです。野望かもしれない。いや、なんかこっち側来たな。パッパ。こんなとこにいてもしょうがないじゃん。じゃあ、お指し図を頂戴したか。やりましたぞ。え、来んのもしかして。ここに朝日奈は。あ、パッパ迷ってる。どうしようかなってなってる。ごめんね、これ。しかして聞き込めそうですね。やりて敵を崩す。
神がかっとる自ら死に闇を足踏み入れた。幼少を守るのじゃ。やったぜやったぜ、愚かなり。いやまあしょうがないよね、それはね、このゲームの性質上さ。多分信長の山に限らず他のシミュレーションにもそうなっちゃうでしょ。それこそ僕遊んだことないんだけどさ、シビライゼーションとかなんかそういう感じになっちゃうんだよ。勝ちパンみたいなのが存在するじゃない。これやって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 みたいなさ、序盤のムーブじゃないけど、やっぱしょうがないんじゃないのかな。それはどのジャンルも多分そうだと思う。AOE だっても言ってしまえばドラクエだってねドラクエだって言ってしまえばそうじゃん。レベルを上げてってなってるじゃん。しょうがない。やっぱりコンペティティブなゲームっていうのだとそれがないからいいんじゃない。それこそ FPS とかさ、まあ、僕今ストリートファイターやってるけど悪ゲームもそうだしさ、やっぱそういう、まあ、AI だとどうしても限界があるんだけど、まあ、対人がまあその究極系なのかどうよ。ただシビライゼーションとかも対人とか平均員上級員か、対人戦はやっぱやると違う。昔ね、信長の野望対人できたんですよ知ってる、強制とか別風とか、あの頃ねローカルプレイができたんですよ。覇王とかそれで対人できたの。結局なんかね押しつぶす戦いになっちゃうね。お使いできません。なんでそんなそんな断り方すんの。この命決して粗末にはしません。まあしょうがないよ。だからまあシチュエーションとね、序盤のさ、いつさを楽しもうよ。これわざわざこの砦でも通る必要ない。命令を早々に戻るぞ。この城を攻め落とすぞ。王国と戦すここにいんだよな。結構あれかも、確かに寸法が落ちないのかなかね。いやなんか落ちそうだなと思った。あ、これ止めないな、落ちないな。これだったら松尾城援軍向かわせよう。あれもいいな、長篠からで十分じゃない。これ265だから取り付くどのルートえ、どのルートそれ。城を取りに行く。足場ね、足場。これでなければいいけど、なさそうかな。これでここだもんね。ここにはない、ね、これが従属してるやな。これ出したんだけど、無限極伝港建設しましょう。いや金がない、しまった、まあ、朝廷季節の変わり目で来るからあれか。3日がダメだ、これ動かないな。この城は我らが落とす。うん、いや500回復しちゃうなこれ多分兵力。そうだね、さあ元服来るか。ドン、なんでだ、ふざけんなてめえじゃねえんだよ、欲してるのは。お喧嘩売ってんのか。違うでしょ違うでしょ、そうじゃないでしょ。息子元服させ、はよ。これ多分これ間に合う、あんまないけど。そろそろ落ち着いてきた。陣を整えよ。いや、いよいよ元康来るか。あのさっさい、そしたらそしたら来そうに芝ですよもうやめて、変な期待させて。いや豊洋マジで夢があるからね。源四郎に信玄だからな。逆に夢しかないんだよね。おお、すごい、一脇目もくるず高い立つものに来た。あ、ごきげんどうも。
ね、間に合わず。打つべき手は何ぞ。まあ、散歩ばさみしてやりましょう。あ、混乱が今回ないけど。おお、なんだその動き。ちょ、なんで急に振り返ったのこの人。恐ろしい。いかに動くか。フリュー文字食らいたいの。早く。フリュー文字見たい。ぬるくはおらぬか。いやいいか、好きだわ。フリュー文字がくる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 って回るのめっちゃかっこいいよ。好きです。敵を退けます。フリュー文字の訓練今ここで使うべき。すいません、無知です、すまないですけど。そう、援軍が来たらこういう話ですよ。そんなこんなで、これでも今川六角に行ったらことだぞ。ガン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 投進してはいるけど、今川ここにあるから。足利か。え、こんな将軍家見たことない。え、パネーですわよ、将軍家が。嘘でしょこれ。冗談みたいな広がり方してんだけど、何これ。これね、俺ね、長尾と同盟の気がする。申してみるがよい。これちょっと待って、長尾と始まるぞ。人は何ですかね。申してみるがよい。なんでまたそんなもの。信勝をやってる。どういうこと。どうする。どうするやつ。ではな。ではさ、タイガに関連した番組ってやるよね。いかに動くかな。タイガのさ、ある程度のところまで行くと、その起点、なんだろう、その起点となったさみたいなやつを取り上げる。やるよね。吉本だ。スンプから出てきた。ね、ヒグマ落とされちゃうぞ。お、そうきた。なんで。よりによって信夫さん。打つべき手は何ぞ。信夫特集。素人ぞ。日記すぎ。打つべき手は何ぞ。いかに動くかな。いかに動くか。これはちょっときついかな、二股。ね。出陣じゃ。おめれを。城を落としてみせる。あ、戦えるとこまで戦うか。ね。そろそろノブノブどう？わあ、まだダメか。ただーよ。ああ、いいね。サンザね。サンザでいくか。どんどんなんか信長の身分が相対的に低くなってる。別に軽視してるわけじゃないから。あ、違う、違う。信長は軽視してるんですよ。最重要視してる。示す時が来た。だな。声を上げよう。行くぞ。六チロ、ああ、ゴン六。はや戦い抜く。お指図を頂戴したく。打つべき手は何ぞ。城を奪うぞ。おめでよ。こんな戦いに身を投じるのもバカバカしいじゃん。取り込み。お耳に入れた聞くことが。いつの信元、まあ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 。遂行いたします。いや、金なくなっちゃった。あ、じゃあ吉本蹴散らしますか。矢の者、戦の支度だ。吉本一回ね、とんでもないように合わされたけど、まあ、お舞台だけなら、カズマスいるし、はめてやりましょう。またあれかな、狙ってくるかな。本陣ダイレクトで。はい、せん。打つべき手は何ぞ。キバイチね。ああ、大丈夫だ。迷ってるわ。どうしよっかな状態だって。打つべき手は何ぞ。
いたね。打つべき手は何ぞ。お指図を頂戴したく。あ、取られました。いや、カズマスが。どうする家康さ、僕一回だけ日本で見たんだよね。ちょうど狭い姫が死ぬところです。あれかな、ジャニーズの主人公だ、嵐のあれか、鼻水の垂らした。結局備蓄とは漏らしたの？漏らしてない。備蓄と関連の話じゃなかった。打つべき手は何ぞ。味方がら。敵を蹴散らすぞ。対応位置はどんな？防御上昇、兵力回復か。なかなか甲状腺の時にややこしそうな。え、戦法だよね。我が戦法を見せてやろうぞ。さすがにジャニーズにうんこ漏らせねえ。今なら逆にジャニーズの名が起こってるからさ、うんこ漏らすことも可能なのか。ファンが悲鳴あげるか。そんなことしたら嵐のね、嵐のなんか松本くんだよね、確かね。あの家康こっちピンピンってして張ったらかっこいいんだけどな、弓を。結構回復するな。どうする家康は結局どうなの、評価的には。なんか最初の頃はネガティブなよく結構聞いてたけど、なんかここのところ落ち着いてるよ、家康の。どうする家康の評価。お指図を頂戴したか。まあ確かにね。確かにそう言われたそうだ。いかに動くか。いざ我が身をこの戦様に示さん。なんかシンプルに直撃だ、直接打撃系でもいいやって。要するにアイドル1。北川景子知らねえ。もうマジで女優とかさ、男優とかすげえ弱いのさ。あ、そうなんだ。お指図を頂戴した。もう関ヶ原とかその辺まで行ってんの。もうでもって終わりだよね。そういや、海道一の弓取りが呼びな。飾りとでも思うと。タイガー、そうだよ、なんかもうだってそもそも年末近づいてきてる。いやでも実際に徳川家康を1年間でやるって結構無茶あるボリュームだと思うよ、ね、を頂戴した。あのさ、伊達政宗とかってさ、まあ、結局あれじゃない、大阪の陣以降はって話になってるじゃん。家康なんか全部じゃフルセットじゃん、戦国のさ、そのむちゃくちゃやった頃の。だからなんか他の武将たちに比べてさ、凄まじくなんつうの、長いじゃん、ボリュームがあるじゃん。だからね、横山光輝大先生のさ、歴史漫画シリーズ徳川家康なんか全10巻とか文庫本のくっそ長えの。信長とかまあ全5巻なのさ、やっぱり途中でなくなっちゃうから。で信玄も全5巻なんですか、全4巻全5巻の文庫本で、でその後に勝頼がやっぱり4巻から5巻とかあるじゃん。だからその信玄の勝頼より全部やっても家康トントンとか、家康ってすごい。長生きってそれだけですげえ武器だよね。終わったな、これ松尾じゃ取られてった。よろしいか、この城はよろしい。婚姻してたっけ、どの口言ってる。もう大阪の陣なんだ。大阪の陣、おー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 おお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 おそれはマジでやばい。
え、だったら松王城それこそ欲しかったんだけど。ちょっと待って、越後から雪崩打って二俣城に来るとかさどこの流しのだよそれ。ねえ、三方ヶ原じゃった戦が。よう、信用き案があります。戦ぞ、陣を整えよ。いや、やべえなこれ。防衛拠点にしないとダメだこの辺。かといってさ、精度改新打ってないからさ。あ、二人いんのか俺。精度改新打ってないからどうしよう。上司変えらんないんさ。おめでよ、撃つべき手は何ぞ。オブトラ突っ込んできたらやばいな。これを拠点を取りにしよう。しばらく朝比奈康友はここ拠点叩かせて、その間にスルッとカズマスが抜けてくれれば、まあ、万々歳。いいね、よし行こう。まあ、間に合うでしょ。よし、ノブトラハメかね。俺はさすがにちょっとダメージレース負けてっけど、兵力差でもってなんとかなるでしょ。我が武力もだ。あと、こいどっこい、こいどっこい、やばい松平けどだ、弱い。総数が違う。いや、ダメージレース負けてるもん。これは負け、頑張れ頑張れ。ピッチを洗うわ戦いになってくる。攻めさせちゃうか。いや、長尾やばいな。敵を打ち破ったぞ。それこそ風吹かせてその間に外交とかできたら最高だったけど、もう対今川相手に風期待できないからね。そうか、まいったね。素晴らしい。打つべき手は何だ。え、ちちちゃうんす。いかに動くかな。まあ、兵力で踊ってるけど、何しろ滝川だ。攻めるも引くも滝川だ。そんな進むも引くも滝川だ。ノブトラは用心だ。用心は怖くないですね。いざ、まだぶをこの戦場に進めさん。ヒロトの動き悪いな今回。我が先方、今こそ受けるがいい。いい被害出てる。いや、かといって長尾、今川のさ城を諦めて対長尾の準備すると、あ、でもいいのか別に。長篠で待ち構えるっていうのは手ではあるのか。ここの二俣城、ここをさ諦めて、今川だって西側にね、伊勢の方にさ領土を持ってるから、そこでっていうのも考えられなくもないか。力がいるからな。西側もそんなに安泰感はないんだよな。いや、なんか勢力がまとまっちゃってすごい上がってるね今ね。打つべき手は何ぞ。あ、動き悪い。ヒロトだ今回は。時々動く悪かな。あ、こういう感じ。進めていきましょう。まあ強えわ一家に一台混乱だわ。敵があっていうのじゃ。若造どもに戦というものを教えてやるわい。正直長尾に関してはさ完全に考えの外にあったんだよね。
だな。打つべき手は何だ。ああ別に思ったよりか楽しい職場だから。だからその体験入社じゃないけどさ、あの採用試験的な感じでさ一回働いてるのさ、その時なんか微妙だな、どうしよっかなって考えてたんだけど、あ楽しい職場。いや本当にね、そっか、足利と上杉は吉見を通じてる可能性十分にあるんだ。まあでも多分大名を今あれだよね、うちだけじゃねえ、足利が吉輝じゃないよ。吉輝いかに動く、お前忘れちゃった。何のことあるか。暗い罠先方、メイドの土産に持って行け。このターンでいけるか、もう一つかな。いや、いける、押し切っちゃおう。いや、この後城兵との戦いなんだよな。大丈夫かな、うん、撤退するよね、忠誠そんな高くないから。いや、でも出なかったの忠誠マーク。いや、これはいいんだけど、ちょっと後なんですよ。いや、これだって松尾城なんか一瞬でしょ。ねえ、瞬頃だよね。その後だってうちに来るぞ、これ。どうしよう。マジでどうしよう。この辺だよ。木曽義政、正論なんだ、え、神。正論が結構いるから、もう正論で固めて、でも、進軍ルートを制限できないんだよな、これだと。絶対に来るでしょ、こんなん。ディリリリン。パンパーンっていうの鳴り響くよね。精度開始打ってないのやばすぎる、これ。あ、また陥落。それはいいんだ。小爆でドン。来る。お使いするとしよう。何、直盛は来ない。よろしいか。アイソードおかしくねえか。しかも忠誠そこそこ高いな。満昇城で、あ、犬千代か。あ、犬千代さやいたな。そうだね、犬千代いたね。構成って。ありがたき幸せ。寝返り士官。俯瞰でよろしくて。寝返り士官だから出してくんね、これ。寝返り士官ってシステムどこ行ったの、このゲーム。本当に。なんか釈然としないんだけど、寝返りしかなくなったの。何で行くか。これあれさ、本丸本陣ですね。本陣矢倉でも悪くはないような気もするんだよな。ポールキの侍大将か。久保田孝はちょっと外に行かせたくないような守備の城には、逆に守備の城でもいいのかな、混乱だと。常置はちょっともったいない感あるよな。やっぱある程度の能力を持った城主でいてほしいから、やっぱ池田常置かな、ここは。うん、任せよ。いねえんだわ。いねえんだわ。いや、これ今川ここまでかな。これ以上いける気しない。いや、でも絶対来るもん、こんな即落ち2コマからの。おいで秀政。これより給金に励みまする。今日で何を政治とか武勇とか
セーブ。試合の練習。確かになんか変なロック別で。いいけど、別に。シュール突っ込んでやるよ。言うて、この人、公正だから、そんな悪くはないさ。ありがたき幸せ。気抜きだ。昇進いたします。いや、早く打ちたいなぁ、精度過信。ねえ、レベル2、レベル3。酒井達が、セームでも正直悪くはない。天の影継ぐ、名前はね、聞いたことある。ただそれだ。これさ、流しの攻撃来るっていう可能性も十分なきにしもあらずだからな。これ、守りにくくなっちゃったんだよね。流し野に来るのか二股に来るのかわからないじゃん。上杉軍が雪崩を打って二股をさ生贄にして、二股引く前生贄にしちゃってもいいかもしんないな、長尾対長尾は。で流し野吉田で防衛固めちゃってさ、あのそしたら流し野二股でって話か。防衛固めろやった話か。マジで簡易来てほしいんだ。マジ簡易来ないと始まらんレベルでやばいんですけど。感謝いたすぞ。これガチ。簡易に関してはガチです。こんなに簡易来ないことある。山城だ。山城なのか。うんうん、ねえ。これ北だよね。これ一問目がとりあえず北ルートだけ。行かしとくか。今川はもうね、あんま怖くないんで、今川に関してはもう警戒しないです。流しのしね、ゴンログだから正直防衛拠点にしたくないんだよね。でもせざるを得ないよ、この形だと。やぐらて。いや、ちょうど逆にあの金の使いが荒くないのかもしれない。金足りちゃってる。最悪のパターンかもしれない。意外と質素倹約を心がけていい。正論めちゃいっぱいいるんですよ。だから、あとも出世だけさせりゃ、なんか、ホロシュ結成するか。ね。これ、足軽、組み頭にして、入れられるようにしよう、早く。で、城郭神も打ちます。耐久回復層をちょっと上げる。いや、これ、もう出てるでしょ。間違いなく出てると思うんだけど。出て。これ今斎藤時死ぬから即死しちゃうから、まさかとは思う。よう申してみよですよね。入ってこないで、うちの領土頼みますよ。松尾城なんです。米がないからこの場での攻撃はない。とりあえずこの場での攻撃。足掛けは大川市場を壊れて終わり、迫ってきてる。やばくね、これ。これはやばくね。足利と吉見通じ始めましょう。まさか、ね。ま、いや、でも斎藤と待っちゃダメよ。我が主のために力を尽くす。いやー、どえらいことですよ、これ。いいでも暴れんなや。将軍様と吉見通じて、将軍と吉見を通じればマジで孝子の憂いがなくなるからね。斎藤と足利っていうね、ここで結ぶことになるからさ。斎藤結構頑張った。長尾のこの辺攻めた。違う、そうじゃ。
六角滅亡。やるね、さすがだ。材木かなんかだ、最高なのよ。とりあえず九五時。お前の喜びにござる。次狭。もっと広いかと思った。狭。やべちょっと。お前はちゃんと働け。頼む。下手するとさ、将軍様来るんだよな、鳥羽城経由。それもまた怖い。出てらないでくれよ。正直戦する理由もないから、長尾とは。心得申し。越後に突っ込んで。あ、いいですわ、いいですわぞ。そうだよ、だって長尾にはさ。おい、なんだこれ。てかこれ誰、もがみ、え、しばけ、そんなことある。ちょっと待って、見たことねえ家が広がってんだけど、こんなことある。ちょっと待って、嘘でしょ。え、こういうことってあんの。まさかの名門芝なんだけど、嘘でしょ。どういうことなのこれ。また最上と芝の家紋似てんな。びっくりするわ、芝。まさか奥州芝家はこんな広がりが強いとは。素晴らしい。びっくりするわ、本当に。何それ。そのルート何？次ものすっか。応戦中まだ応戦してねえか。いつしたか教えてくれ。マジで怖いよな。長尾。パンパンって。怖す。いや、あのさ、いいんだよ、別に老後交渉は。そろそろ、あ、簡易の方もらってもいいですかね。簡易が欲しいんですよ、僕。無限でもかましとくか。よくやるごめんなれ。聞いてくだされ。これよくやるごめんなれ。はっか。ダメだ、そんな感じ出せない。ごめんごめんごめん。マジでイチゴで来るこれ。ね、欲しいよね。いや、もうなんかもうやばいやばいやばい。いや、でも取るからな、言うて。イチゴからだって主力この辺じゃん。長尾の主力。この辺の軍をここに持ってくるって逃げんだよ、それは。いや、これ多分そう簡単に攻められる距離じゃない。安藤が南部に寝る滅亡。それは症状。長尾が芝を従属させる。おい。おい、最強かよ、この家。従属しちゃったよ。ちょっとやばくねえ。あ、そっか、安塚神社あんだ。春日山には。春日山やべえ。ちょっと待って、長尾マジで、シャレになってらんかもしれない。ここに。愚心があります。あー、キラね。キラーはでもそんな強くは。雑魚三。ご加盟とあらば。うわー、ね、忍び心得ね。
対長尾だとすげえ役に立つそうな気すんなこれ。いやこれ多分面白いよ、発動すんの。どっかで発動しなくなくなると思うけど、トヨいい。あ、申し上げたきことが。トヨしたい、これ。ワンチャン進言の可能性あるからな。いや、まだ全然守れないぞ、これ。朝廷は朝廷は朝廷の使者は単位は、いや、三好が言ってる言葉に、そんなことある？三好って三好嘘でしょ、三好、うわーえぐえぐゆうくれのこもみ三好足利じゃなくて、いや足利、いや足利からまた吉安かったんじゃないのか、落ちちゃったよ。いやこれ足利と三好 のさ仁義の戦い始まってくんねえかな。わっ吉田城来そう、三好が、三好になだれ込まれるのも嫌だな。てか今川の領土なくなっちゃった。駿府と掛川だけの、いや多分駿府掛川これ多分おいそれとは落ちんな。これこれ北条名護始まってない、他先が違う方向に向かった。いいです、これは変な方向に矛先向かってる。これ隙間で行けられるぞ僕らしばらく。わかり申した。あと三好と足利が始まってくれればパーフェクトなんだけど、なんか三好足利が始まらないね。なんか今にも始まりそうな雰囲気かもしたしてるのにさ、なんなんだろう。別に同盟とかしてないよね、全然してないんだけど、なんだこれ、三好と足利が始まらないの、逆に理由がわからん。一条旗が本拠である仲間苦しに攻め寄せた大友家を撃退したとのこと。おい、金貞最強かよ。いやね、相性確かに悪そうだよね。まあ、土井壮さんが頑張ったんだろうな。あ、なるほどね。金じゃないのよ、まだ。うん、パッパだ。まさか、まさか。まさかと言いたくもなるわ。それは少々。平野。本当にいらんか、その世界線。いや、権六に守兵させんのすげえ心苦しいというか、ないね。そうそう、精度から新レベルに打たせてもらってもいいですかね、状態を。朝廷、あともう一人、もう一回、使者来たら、官位もらえるんだけどね。最上が長尾により滅亡、ちょっと待って。もう長尾来た、平らげたんだけど。あと南部だけじゃん。ってやって、長尾強すぎん？シャレにならん強じゃない、長尾これ。長尾もしかして。いや、だいぶだよね。ありがたき幸せだな。すげえ参ったな。かたじけない。なんかどっかのタイミングで長尾強かった。なんかだって新生の頃はあっという間に、てか普通に PK でもさ、あの揚げ物に飲み込まれてなかった。いつから強くなったの、片付けなし。すげえ強い、最近の長尾。と最近の長尾が強すぎるけど。感謝に達すぞ。里見と同じタイミングで強化される。魔改造されちゃう。そうなのかな。何？援軍？もういい？おお！バカで。
全軍じゃねえかお前。バカで。嘘でしょ。え、そんな求めるこの人。もういいのよ。急ぐぞ。素晴らしい。確かにね、確かに長尾これ今ねどっちも攻めてなサイト、まあ、長尾サイト始まるの、おお来た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 始まった仁義で戦い、やばいやばいこれすげえことなってる機内が、これは戦国乱世荒廃しますね完全に。これでもどう見ても足利優勢なんだよこの状態。三好終わってねこれ。将軍家って強えわ。松尾むしろ斎藤が取ってくれるのはうちにとってありがたいわ。さあ元服ここで来るでしょ。トン。え、じゃないんだ。トン。でもないんだ。そういうこと。そういうことです。来たー。僕の中の織田裕二が。ウルタヌキとか使えないんだよな、パッパだ。パッパでやつ。無限、早速。ああ、電木ね。新さんがござる。お受けいたす。落ちんよ。圧をこれ多分落とせるな。いや、マジですよ。およ、そろそろよ。申し上げます。引き抜き。お聞きください。あの、流言入れる前にこれ言ってくれよかったのに。なんでいきなり。必ず山っと。流言まだ入っとらんよ。どういう状況なの？あ、どんどんいけそうなので行ってきます。一つよろしいか。刺さった。当然と。引き抜けろ。引き抜きも行ってるんだよ。もう行ってんだ。足利が当然行くわな、友達は。でも、これそうだね。一つよろしいか。来たよ。さすがゴンロク。やったぜ。さすがに諦めてもらった。どこでもやる。温泉はやばい。ないそれはないです。温泉だけはダメだ。ごめん信玄、それはできない。代わりにな、引く魔女をやるよ。中線引く。これ負けちゃう。わっ。岩田はやばいだろう。これ寝返るぞ。岩田はジュビロはやばい。ジュビロしかない場所が逆に。吉田町やったら俺は三好行っちゃうんじゃねえのか。うわ、ま、引くまで勝負をかけます。三方ヶ原、いや三方ヶ原に武田信玄行かせると多分ね、思ってこの地は何、この地は何か運命をか祝運を感じてしまって、あの忠誠が上がる可能性があります。妨害の喜びぞ。すげえな。早くね。
準備心得いいな。信玄もう持ってる。中世語やばい。とりあえず手持ちの家宝を与えよう。いやなんかな、これやると多分ハルトも怒るよな。ハルトもなんか怒ってもいいか。感謝しようぞ。うるせえ。黙った。パパ、お前に金は似合わねえ。腐れ一つよろしいか。待って、武田君、君もしかして嫁が欲しゅうないか。違うんす。ダメなんだ。家臣に娘を嫁がせることもできたよ。確かに。早く娘産んでくれ。頑張れヒロトだ。よろしいですか。しょうがない、力貸してやるよ。六玉っていうか、分からん。修正低いな。多分これでも力は僕の願い入り武将なんですね。本当に従わないんですよ。サイド取った。で神かかってるし。じゃあ流しの外していいっすかね。防衛拠点から。とりあえずいいかな。防衛から外そう。流しのおよび二股します。おっと、一人取られたらまた防衛拠点でしょ。想定を切った。やっと来た。すげえ待たせるじゃん。受けたまわりました。ねえ、すげえ待たせるじゃん。びっくりしたわ。ちょっともうちょっと。感謝いたす。信玄の忠誠なんとかしなきゃ。七等級じゃ大して上がらんよね。七等級とりあえず上げて。少しずつアップグレードしていこう。でももうすでに持ってんの、信玄。これ七等級なんだ。違う、8等級か。じゃあこれで。あ、どうぞお納めください、信玄さん。借地を往来になります。少しずつ少しずつアップグレードしていこう。レベル3まで。話はまとまったな。斎藤と今切れたらマジでやばいからな。大名は今。かすぐあれでしょ。いや大事効果は乗ってるんだけど、レベル2ってこと。レベル2はまだだ。開発がマジで全然進んでないから、早く開発したいっす。イエス放題かー、つえー、ありがたき幸せ。つえー、吉田城防衛ね、どうしようか迷ってんだよね。三好がここだけどさ、足利じゃないから、三好の御図面が立ってこっからじゃん。あのだから多分防衛にしなくていいんさ。足利がここ取ったらちょっとことだけど、今は大丈夫。砲台めっちゃいいな。あの残念かな。片付けなし。これつまりはこういうこと。これだっけ。あるともね。上越至極に存ずる。信玄の信玄がその家宝を見て、ね、拳をブルブル震わせるんでしょ。それ足の加工では補欠し、とりあえず入れとこう。岩谷
そろそろね、領地の入れ替え可能になりますか。審議の結婚したい。イエス遊ばせてんのすげえもったいないな。ありがたき幸せ。上司に早く任じたいね。まあそれもこれも制度開始になってからの話なんですけど。竹川城8900に駿府館16000はさ、ちょっと追いそれと落とせる感じじゃないんだよ。これ制作打ったから斎藤と親善ができますよ。では始めよう。朝廷とも親善をして150まで届かさないといけないんだよね。だからちょっともったいないけど本田重次を生かしちゃいましょう。喜んでかかりましょうぞ。内政できないのがねすごくもったいないけど今は大事だから。もうやめて援軍はもういいて。どんだけすげえ援軍求めるこの人。使えるものは何でも使ってやろうって。これ原子炉聞こえたワンちゃん。原子炉も流れてたから。なんか置いてかれてる感あるな。すげえ今川がこの構えになっちゃったからさ、攻めらんなくなっちゃったっていうのがだいぶ辛いな。次どこ攻めるこれ。いい、すげえいい。遂行いたします。小畑虎森。おっと残り短き命を閉じて短くないか。働きます。そうね、欲しいよね。ちょっとまあ信太もいるしね。攻められないんだよなこれ。そんな簡単に。そうね、受刑にもね。で兵力やばいんさ。またあれか、まあ防衛拠点だから打って出れないから、あのいやらしいやつやるか。得意な。ここにいつものやつやるか。彼の血を落とす。信玄公がね。夢を遅れるでない。ああ取りたがる。すぐにでも動けます。おげち。ねじ伏せてくれる。幼稚はもういど、もういどくべきだよね。そうなりませる。確かに、これか。お礼を願いまする。制してくれましょう。結構暗い。ね、いや、織田殿早くぶっぱなしたいな。ぶっぱなせる。さすが、あ、さすが。心得申した。収入がやばい。織田でぶっ放せるの強くないか。武田でもいけんだ。甲州八都時代も足利やってんね。ご命令はいかに。ねじ伏せてくれる。夢夢を遅れるでないぞ。続きでも欲しい。注文だらけよ。おげち。ハムとかしたいけど。やることがこすいよ。思いません。とりあえず掛川城浮き上がらせてしまう。まあでもそれも高校の例が全くないからね。いい天軍はもうやめー。よろ
ろしいか。おー、求めすぎこの人。まあ、さて、金貯まったらここ開けようか。さんが近づけないです。オンに来ようぞ。インナマカブト。いいね。カウンターエング。この辺1万2500出してくる。鬼を下げてなんでだよ。もうなんかこうなんか東北連合軍みたいになってるけど、なんか方がやばくねこれ。これ何が起きた。うわー鬼なだれ込んでる長尾が。これも切れてないよね長尾。切れてない港城を攻撃してんだよね長尾が。鬼朝廷と一緒上がってくんねえよ。ほんそれまんまる。もうすでにまんまるよ。すぐにでも動けますぞ。ここをさ、あの広田と竹刀なんかでさ、この辺の量を取ろうとしてさ、先輩方が釣り出すっていう一つの手だよ。多分人部隊でしょ。どうでけえヘルム出てきたな。打つべき手は何ぞ。出陣じゃ。城を落としてこようぞ。エールがどでかいんだよ。城を奪いに行こうぞ。無双やね。そうやだっけ。遅れてはならぬ。これ今あのエールがさ半分満ちてないから。駿府館は向上線にならないんだよね。おめでよ。吉田城を動かすのは気持ち悪いからやめよう。川柳動いた。散々にやられてんじゃん斎藤。大丈夫。待ち受けてんね。はあ、やる気満々ってか。いかに動くか。上等や。城を攻める。ザイコマジやばい。行くさぞ。さ、目にも見せてくれん。五分と五分のように見えて、実はもうハメが存在してる。よしも1万4000万でもごついね。さすがに今4。あ、致命的な被害は負わないからね。こちらでしょ、うん、打つべき手は何ぞ。
それや。まあ、例の松平ステップに、まずは翻弄してみましょう。あ、えらい、アグレッシブ。え、どえらいアグレッシブ。すげえ追っかけきてる。すげえ追っかけきてる、吉本。どうした？松平ステップ、思うともせず。吉本も陽気なステップで対応してるのに。何？つまらねえぞ。さあ、どうすんだこれ。叩かれてるぞ。あ、いけるよね。そのルート。命令を下され。ご命令とあらば。あっ。今川吉本、恐るるに足らず。ということですよ。行きましょう。うん、まず大久保忠勝の動きが悪い。前方に手を押し通る。いいね、3桁ダメージ。3桁ダメージ入るとやっぱでかいよ。強くなったな、我々。なんで2桁あれか、防御低下が解けない。あ、でもまた疲れが来て3桁ダメージ持った。一回これ離れます。打つべき手は何ぞ。強くなって我らも100とかで戦ってたもん。120でヒヒ言ってたでしょ。ここまで風吹かせないんだ。そろそろ風を吹かせることも意識しなくちゃダメだよ、神聖としては。はい、一の弓取りが呼びの飾りとでも思うと。ルールを吹かせ。今こそ受けるがいい。しばらく3点ダメージを落とします。パクッ。あっせんのね。いいダメージ出とる。そろそろいかに動くかな。念には念をね、入れまくるのは、うん、悪くないっすよ。完璧すぎる。タイミング完璧なんだが。7300。これ、一発来るよね、回路1。あんまり遅いな。そんなにすぐ溜まられても困るか、兵力回復の戦法が。1000以上回復してるんだ。飾りとでも思う。やるなぁ。1000は結構ごついぞ。さあ、やれ。おい、もう一回かな。うん、このまま押し切ってやろうかなと思ったけど、まあ、無理する必要もないしね。駿府館攻めるのがいいんだけど、攻めるどうしよう。オーゼルと吉見通じとけばよかったな。これも手ではあった気がする。我が戦法今こそ受けるがいい。
もう一回かな。うん。そうね、兵を回復したいのね。防衛拠点にして、これこのまま押し切っちゃおう。防衛拠点にしたいなと思うんだよね。太北条の幼少中の幼少、幼少じゃない。防衛拠点にしちゃえばもう何も怖くないからさ、東は。いや、これさ、いまいちラストの目標を考えてなかったんだよ。こういう状況になってくると、足利討伐も面白そうかなって気がするんだけどね。で、室町幕府を滅ぼしてさ、江戸幕府を開くっていう、広田が。っていうのもなんか面白そうな話ではある気がする。ただ、まあ、うんね。よろしいか。いや、止めたらんな、これ。多いわ。半数には満たないの。雇用。原子炉ないですか、そもそも。全然ね。半数には満ちてない。満ちてない。ギリ満ちてない。それはいいんですよ。で、掛川が、防衛拠点になってるからさ、吹っ飛ばしても掛川が飛ばないからね。まあ、これはこれでいいような気がする。問題はあとはもう本当に兵糧を切れないように、ひたすら、小詰めを出し続けるっていう感じかな。あと、負けないようにね、して。負けられちゃ困るんで。ご命令を。お打ちを願います。6000だったら9000浮かしときゃ大丈夫な気もするけどね。ははあ、ご命令はいかに。命令を下され。80日、40日しかいられないんだ。とりあえずでもこれいずれにせよ、ここにいたとしても援軍として取られるだけだから別にいっか。いざ出陣。そのうちか。ご命令とあらば。ここにね、つんぷが。入れないんじゃん。大丈夫か。わま、かげ。いいだろう。使えてやる。なんか偉い恐竜にしようとしたね。表情しようね。違うでしょ。もうそうぞ。なんでチャンス。要は何ですか。行かせちゃうか。ね。サイトを使っちゃうぞ。話はついた。攻めさせちゃうサイト。いかに動くかな。いやね、頑張って。やっちゃう。お打ちを願いまする。いや、これ半数届きそうだな。これ離れちゃうと。あ、久しぶりだもんね。よろしいか。いざ。あ、半数届いちゃったよ。まいっ。だなあ、参ったなあ、すげえ参ったなあ。大久保忠勝壊滅しちゃうね。無理して甲状腺すっか。掛川スケル軍を出してさ、かあ、どうかご命令を。お打ちを願いまする。
城に戻るのだ。そうだね。命令を下され、直ちに城へ戻る。いや、カノンさん怖くてさ、いやでもまあここ見よしたら大丈夫か。城攻めよ、お指図を頂戴したく。我に続け。足りない。そう、ここも攻城戦になっちゃったの困ったな。これは返そう。どうしようもない。やめろよ。おっけ。あっ、やっと。やっと。ああ、よかった。心得申した。引き抜き。はい。聞いてくだされ。おお。士官、内ヶ島。なだれの内ヶ島だな。中殺を。城攻め最強。内ヶ島を城主に据えるとその城は滅ぶって言い伝えがありますから。さっさいと行こう。行け。遂行いたします。なだれの内ヶ島。恐ろしい夢。うん、敵の城を奪ってくれる。ご命令はいかに。破壊入れたいけどね、本当はね。兵糧がね。どうかお聞きください。あ、降伏か。神です。いいんじゃない？ねえ、転戦なんかする必要ない。妨害の喜びぞ。神です。感謝いたす。お越しを願います。いかに動けるか。3万8000、結構ギリだな、これ。ポテンシャルやばいな、やっぱな、先輩方。下りませんもん、あんた。これでも下らないのか。威信すごいな。では始めよう。大兵力で囲めはなんかいけそうな感じしないでもないよね。お指図を頂戴したく。何さ。90日か、何さ。お越しを願います。斎藤に引きずり回されたからさ。ご命令を。遅れるでないぞ。長尾。おお。大久保忠勝入れるか。もうお疲れ様でした。イエスでもよかったけどね。まあまあ寝るようになりますから、間もなく、ね、感謝いたす。ありがたき幸せ。ありがたき幸せ。あっ、残り中の誰かと思ったら奥村スケーモン。いや、ちょっとお友達の方呼んできてくれます。貴殿をある人は仰ぐ。スケーモンじゃねえ方がいいな、僕。前田さんの方が。無限荒木のなんでだよ。なんでだよ。あ、そういうことも寸法任しちゃって守らせるってこと。なんでなんだよ。お役に立てます。おかしくね。なんでいるのここに。逆にわけがわからないよ。お受けいたす。一つよろしい。いや、もういいって。なんだよ、もうこれ。うち、それこそ内ヶ島行かせるよ。
桜原町なんか内ヶ島行かせたら終わりなんですよ。それでよかろう。求めすぎだけどおっさん。出陣。ではかかるとしよう。さあどうな。読めないね、式が。これは辛いんじゃないか。矢倉こ、いや、工作兵人、工作兵人しょぼえな。でも、左近民部ちょっと待て。は？え？民部これ待てないよね。酒井忠次、酒井忠次待つとこれ蓄積っすか自分。ダメって言ってました。行きますか。今川やばないこれで村氏がいいんでしょ。何がいいの一体。ちょっと待って、今川の武将見たい。誰がいいのここに。吉本、節斎、民部、左近、信虎、小一郎さん。そうだよね、秀吉いねえなと思ったんさ。で、女城主、村重、樹形に、ちょっと待って、化け物。なんでだよ。どっからどう流れてきたらこうなるんだよ。おかしくね、雨子は。新宮とこう、なんでこんなとこに流れてきてるの、あんた。すげえな。いやちょっと新宮とはさすがにびっくりするわ。やっぱあれかな、元谷に終わりに終われたんかな。行きますか、行ってみましょう。あれでも相当落ちんのじゃないか。正論ないけどこれがあるのはきついんだな。ジン・オブ工作兵が線、これが全てを台無しにする可能性がある。マジで工作陣長強いからね。人次郎攻撃負荷か。いやまあすげえとこにあるよこれ。そうね、ここが通れないのはきついもん。先へと向かおうぞ。行くぞ、皆の者。はっ。兵隊を進め。グダイラー、そんなやつあんま使いたくないな。進め、皆の者。左近が撃っててる。つもりだ。いや、だいぶよ、だいぶ。平城とは思えない防御力がありそう。何ぞ、なんか詰まっちゃいかんのさ。ははー、抜けてかないとするすると、うん、お打ちを願いまする。ちょちょちょ、うん、先へと向かおうぜ。せーらよ、力を踏まえ、引いたね。勝ちをつかみ取らん。どうも。これがマジでやばい。
ここね。なんか弱点ここっぽいよね、確かに。ここ抜くか。お指図を頂戴した。陰部打つべき手は何ぞ。ややこしいのか。これはね、人事路で攻撃不可能だからね。ご命令を下され。入れ替わり立ち替わりになるよ。敵を撃退するぞ。ここパロージでここ入ってるのか。でもここ入ってないね、このルート。疲れが見える。ゴンロクと変わる。はかれ柴田が出れば単純ダメージだからかなりいい子いくんじゃない。防がれちゃうか、尋常にこもってっから。218、石落とし。戦というものを教えてやるわい。はは。皆の者、我らの武田騎馬隊だ。突撃4。進め、皆の者。アサム。皆の者、我らの力を今こそ見せる。よし、怪しいな。おげち。敵を叩くぞ。あんま良くない気がする。撃つべき手は何だ。陰部が間もなくだね。うん、オブトラが撃った。引いたね。じゃここ破壊して指揮フレス回復できるわ。フリュー文字。この大元数婦が作語。でも石打てジャグラは破壊できる。よし。いや、ギリ。すげえギリ。すげえギリです。これもう近づけないな。ね。これどえらいことなの、これ近づくと。これでも間に合わないんじゃないか、これは。いいね。でもこっちねじ込むしかないでしょ、もうこうなったら。打つべき手は何だ。ひどゆきさんだったら40か。まだ動けるね。これ最終的には1になるもんね。これいけいけ、目で出したじゃん。いけ。ここに敵を退けるぞ。一応取りつかせるか、サンザを。今ここで使うべきものよ。混乱。ご命令を下され。誰混乱持ってんの。打つべき手は何ぞ。あ、ティガーが混乱打ったのか。離れ際にやるじゃん。縛り上げておけ。スーフ捕らえた。うん、一マス、ね、お指図を頂戴したか。から先やな。はは。いかに動くかな。おめれを。うん。ええー、だよ。いざ行かん。ここに。式とりあえずなんとかなりつつあるね。いや、櫓が動き出したな。櫓とか縄文ね。いや、お前なんでそっち行った。バカで。街道一の弓取りが呼び。バカでも。どういうことなの。命令聞けや。ちょ、おかしいってな、それは。命令聞きましょう。もう動けなくなってきた。25だ。音録が軍学陣破壊しに行ってるね。俺もこっちこそ良かったかな。大丈夫ね。あんまり兵いないもんね。うん。撃つべき手は何ぞ。命令を下さい。おかしいってこれ。おかしいってだから、それは。なんなんこれ。ここ行ってや。ちょ、言うこと聞いてあんから。言うこと聞かんのやめよ、ほんとに。戦おうとすんな。ここ行け。もう、意味がわからないんだけど。なんでこの人ら、積極果敢に挟まれに行くの。やっと行ってくれた。混乱。
行くぞ。もうサンザマジでもうどうしようもない。行くぞ。足を動かせ。返した。池田つぬぎ、うん、動く。次はどのように。これで民部は壊滅するでしょ。いいよね。民部か。敵を撃退するぞ。勝負あったな。あったまだ分かんなくね。勝負あったかどうか。まあこういう状態だから、ね、ご命令をください。もう動けない。戦というものを教えてやるわい。全く動けなくってる。サンザが立ち上も破壊。こいつを食らっても生きていられるか。いきますか。ははこれかかってんだよな。これこの工作自身書ここにかかってんな。これ動けなくなるぞ。敵を攻め立て。待って待って、これやばい。最強にやばい。このここ破壊しに行こう。軍学人多分ね時間足んないわこれ。お指図を頂戴したく。いざ行かん。いかに動くかな。我が先方池田つぬきはやばいな。今こそ受けるがいい。こっから先全く目を取らなかったからね。ほらバケモンなのさ工作エジン書が。よかったゴンロックここに向かわせといて。先がかさますこっちじゃない方がよかったかな。サコンここに行ってんね。そしたら池田綱之も北に向かわせよう。力を振るえ。共に勝ちを掴み取ろう。これ北門はもうかかってんのか。俺北門かかってんね。こっから動けなくなる。全部かかってる。もうこの工作人事所化け物だ。破壊できそうだ。もうすぐサンズが頑張ってる。いかに動くかな。よし偉い。偉すぎる。これで勝ったんじゃないか。この作品人手強すぎでしょ。メイドの土産に持って行け。動き出せるもんね。うん、なんとかなりそうだね。よしよしよし。エライズゴンロク。命令を下せ。ご命令はいかん。終わりにしてやる。これが俺の戦法よ。お打ちを願います。これでも明らかにこっちがするか。混乱ぶち込ましてやった方がいいです。そう音楽を破壊させてよかった。苦しき戦じゃの。混乱ぶち込んだね。今こそ披露してくれよ。ちょっともう破壊で、サコン挟む、逃げる。お打ちを願います。打つべき手は何だ。頑張って飛び込んでるのさ。どうなの。サイド1兵力タイプ、結構きついよね。あ、取った。やったぜ。やったぜ。いやー、工作できるしやっぱ怖いね。ポテンシャルがあるの怖いわ。喜べ、祝え。まあ、エルロライもらったことや。すんげえ日がへず出た。ねえ、宝石そうだよね。牛蜜をしてよかったな。我らの勝利を世に響かせる。の娘だと。松田やらけにギアリア。いやー、今川戦終わったよ。我が滅亡。怖くね。ドン。いやー、誰来るかなー。全員精神誠意。
使いします。なんでないの。お前吉本についてこいよ。接待来ないのダメだって。それはダメだって。4人まさか民部。おい、ちょっと待って、信玄いるのよ民部。ダメだってそれは。ちょっとエース級2人来なかったんだが、こんなことある？こんなことある？うわー、もう正直打つなんてか、どうでもいいわ。後で食いても遅いぞ。食いたよ。なぜかへこみ気味なの。はい、終わりました。帰るか。打つべき手は何ぞ。いやー、これ宝勢を送るんじゃねえな。長尾ちょっと押されてね。サイド取ったよ、なだれじゃん。いやいや、俺はねえってばよ。心得も。それだけはねえってばよ。だからさ、そういうのやめよ、ほんとに。ダメだって、そういうのやっちゃ。もうなんか、節操なさすぎる。家康に守らせるか、ここ。ねえ。孝子の憂いは家康に。イエス捕まんでいいんじゃないか。もうだってパパの物語なんだ。パパの物語なんだから、息子は守ってる。むしろ息子はもう使わないぐらいの感じです。それはマジで本当にしみじみ。ダメだよそれは。本当に北条今来たらマジで本当にダメだよそれは。許されることじゃないよ。許されざること、火のことしてよ。お酒選手ないの、まあ、使えない。あるるサドゥーサドゥーがいるじゃねえか。サドゥーが横浜フーゲスの左足のブラジル人サドゥー。元ネタは誰にも分かる。元ネタ分かる人いたらマジで偉いっす。誰もいない。サドゥ。フリーキックめっちゃうまいっすよ、サドゥ。かたじけない。とりあえず、即死する可能性があるの。こんなに入れてるけど。ありがたき幸せ。ここのタッ、ん？待て、なんか向きが違う。ここの工作エージェンションがやばいのはっきりと分かった。ここの工作エージェンション、地獄。ただ、何がやばいって守れるかどうかわからないって思います。修復させ、あの、金がねえんだ。はい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 。はい、よし。よいしょ。新さんがござる。さあ、このおっちゃんなの。ええ、米売る。これ何するかっていうと、チューする。どうぞお任せあれ。吉本もすっかりシュンと従ってんじゃん。なんだあいつ。さあ、うーん。今日
こいつらさん感謝いたす。こんな上司、そして道のクソ。つえ材木がいいね。材木好きなんだ。キークの工作遺伝子がまず切られてきたんだ。あるんで切るぜ。よろしいでしょうか。来んなよ。分かってんだろうな。来んなよ。絶対来んなよ。来たら切れるからな。なんなら中華あらず。死ぬするぞ。いや、でも、切磋来なかった。切磋と任務来なかった。一生忘れない。グラとはいらん。いい。いい修復だ。いい緊急修復だぞ。うわ、光消えた。明かりが消えました。北条の明かりが消えました。諦めました、北条。あ、こっちがやべ。こっちがやべ。逆に松尾城落とされたんだらそこを攻め取れんじゃん我らね。どこどうするこれ最終目標。ちょっともう分かんなくなったんだけど、なんか今川を滅ぼしたらそれで OK みたいな感じだったじゃん始めるとき。今川滅亡を目指しましょうみたいな感じやってたけどさ、なんかそういうんじゃ収拾つかなくなってきてるよ。今江戸に入るか。目標江戸にしよう。うん、そうしよう。だから、これ、足利と三好、どっち勝つと思う？足利と吉見、むず、通じよう。誰もいねえ。誰もいねえ。そうね。アンド関連だろう。申し上げまする。秀吉です。サイト今必要。88なの十分だ。ではサイトは後で誰か行かせよ。このやめんね。取り返せんだろ今ったら。やっと精度がしたレベル3。なし得ました。そしたら駿府館はまあ別にいいか。北勢上の城壁みたいな桜ボロジョ失敗したの。ああ取られそうと。一つよろしい。今言って援軍3600なんもでいいんでしょう。なんちょっといやでも斎藤領土削られるのきついからな。頑張ってやるか。はい。まだこう止まってる。城へ戻ります。いやね、斎藤マジでオワコンになりそうな感じするよね。ヘイサドゥ。感謝いたすぞ。正直あれいまいちゃった。高卒はでも忠誠あげたかったらサドゥあげました。あと微妙ね。あ、まあ、チアリクヨウ、V でいいか。酒井と圧なんかマジ内政でもいいんだけどな。サンザも。まあ、いいんだよな。ふふふ。っといるんだよ。あ、ね。槍のなんつったっけ、これ。渡辺盛綱。槍の半蔵。そうそうそう。槍の人。あ、V 強連、これ悪くないぞ。ここ悪くない。なんか滅んだ。このタイミングで滅ばねえ。次。何このタイミングで滅んでんね。2でいくね。ダメだもん。かたじけない。いや、そこはやっぱ家康じゃない。
よろしい。よろしいんだ。聴覚不振に打っても面白い。あーあーこれかな。心得申した。これも打ちたいな。心得ました。このさ、長尾構えないとダメだよ多分ね。よし、ホウゼウマジやる気満々だな。おお、取っとる、取っとるけん。本に来ます。あーね、守れなかった。よろしいか。もういいって。話はまとまったな。だってこれ斎藤滅びんじゃない下手すると。みんなついてまいれ。なんかねえ、長尾がカッポしてんだけど斎藤の領土大丈夫本当に。あんた長尾に近づくべきだよ。切そうだ一つもない。長尾近づくは違うな。これね、松尾を取るべきなんです。松尾を取ってしまえば長尾怖くなくなるのよ。ここ固めちゃえばいいから。まあこの辺取られたら話変わってくるけどね。岩村とか金山が長尾の領土になると話変わってくるけど、松尾を取れればあのうちの勝ちです。あのこれと一緒よ結局。入り口を塞げるから駿府みたいな感じで。これ狙おう。沼田明康、これごめんなれ。お聞きください。そこまでの武将かこれ。一つよろしいか。斎藤と同盟結んで松尾我らへ取って、そしたら二股長し乗って防衛をさ、どうしようどうしようとなる必要がなくなるから、もうここだけしっかり固めとけばいい話になるからさ。それでいいと思う。てか上司入れ替えられるんだな、もうすぐね。てかもうあれか、入れ替えられるのか。上司入れ替えようか。じゃあ信長なんかもうあれじゃない、忠誠上がったんじゃない。あの人もしかしてまだ侍大将じゃない。そんなことある、嘘でしょ。あ、いないわ。単シンプルにいないだけだ。さすがに侍大将言ってるよ、ね、ですよね。忠誠引く引く。え、吉本もちょっとアップグレードしたいんだけど、これ、過去を、でも、たぶん、7等級与えてない気がするんだな。あ、ね、あとにさ、好きそうだな。キツノさんをさ、はい、これで、吉本の抽選上がんないっすか。受験入りと結婚したらワンチャン。受験で結婚したらワンチャン吉本の中枢上がんないですか。正室に迎えちゃう受験に。そうしようか。瀬名姫めとるのかわいそうだ。誰にという。でやった吉本の抽選上がったこれで吉本の抽選ドカーン下がってたら大笑いするんだけど、何が変な薄い本が書かれちゃう。それノブトゥラ抽選低いな。より信玄でしょ。信玄はでもすでに、あ、6等級ね。いやサモンこれやるとさすがにかわいそうだな。じゃあ年齢という概念を想像したい。あ、信長いける。ナマズで多分似合うよ。本に来よ。本に来よ。馬之助。
感謝しようぞ。サマノスケじゃないとダメなのか。大久保忠勝エースオブエースだからな。ちょっと掛川城からどかしたくねえな。なぜかエースオブエースになっちまった。まあ、あとは信長が戻ってきたりし次第。誰だよ、まあ、いっぱいいるもんさ。ああね。ああね。ういーうい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 。やったぞ。これ、滝川雅治、ジップなんだね。前田利久に嫁いだときには、すでにお腹の中にいたみたいなさ、話あったよね。なんか生まれたんだよ。歌読んじゃう。鉄壁これ正論正論じゃん。え、ゴッドゴッド歌来ました。歌で歌を使えば全て解決するんだよ。ゴブトラに嫁がせるのは違うよ。でもな、いや強いからさ、ノブトラでもいいような気もするんだけど、でもノブトラは違うよな。ノブトラ正直裏切ってもしょうがないぐらいの感じでいこう。まあ、信玄かな、ノップ中世なんとかなったかな。一門衆に取り込んでおくのも、悪くない気もするよ。てか、あれ信玄いなくね？あいつ、そうか。三条の方がいるから、もう性質として迎えられないのか。なるほどね。なるほど。そうか。いや、確かに納得ができるそれは。いや、でもなんか違くね。ノブトラに嫁がせんの、なんか違くない？なんか違くない？心象的なものが。ゲーム的なものは多分正解なんさ。ゲーム的には正解なんだけど、心象的に間違ってる気がするんだよ。わかります、言ってること。多分わからない人が多いと思う。理解はされないと思う。ありがたいの。上がるかもしれないけど、なんか心象的に間違ってる気がする。嫁がせるならね、信玄だ。ありがとうよ。かたじけなし。あいたらつぶんさ。文章何にしようかって。感情 何にしようかな。全くもって思いつかなかった。吉本でもいいんだよな、こうなったら。山田もやっぱ先方は信長に切らせたいか。いや、信長、メンツ結構やばいな。家康、吉本、信長。妊婦の腹を裂こうとか魔王あ、天の聖火来ました。まあとりあえずこんなもんかな今、まあ、この辺とか打ちたいけどね。あ、裁量権以上打ったわけ。何をしてんの、裁量権以上打たないで。うは、遅くね、裁量権以上打つの。当たり前のようにもう打ってるもんと思った。びっくりした、びっくりしたね。今僕最良形状打ってないとある、そんなこと。大久保忠勝弱いな。でもこれはざ、いやでもな、こんな、うわでもな、滝川いるしな。滝川掛川にいても、大久保忠勝は引っ込むか、どっかに。いいかもしれないね。ちょっと明日、もう今日はこれ、ここで終わりで、ぶっしょめっちゃ変だけど、45人もいる。
今日はここで終わりにして、うん、そうだね、掛川1マスにして、まあ、信長この辺に入れたりとか、ちょっと明日はまずそっからだね。ちょっと最初に時間手間取って悪いかもしれない。ああ、でもね、そんなに重なってもらってないし。そんなのないっすよ。すげえありがたいです。まあ今日はこの辺にしましょう。時間もね、まあ、僕にはすげえいい感じだからさ、2時過ぎてるから、午前2時。明日も朝10時から仕事なんで。明日もピザ200枚でいきます。結構忙しいわ。はい、15点。これでここまで。皆さんありがとうございました。また明日。ちょっとね、早めにできるんだったら早めにやりたいけど、まあちょっとどうなるかわかんないですけど、多分日本時間10時前ぐらいには始めようかなと考え。そうね、浅間神社ね。そうだよ、浅間神社。これ、クソ強い。大阪聖地。ねえ。めっちゃ強い。まあそんなこんなで、今夜もありがとうございました。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。